私たちはアミンチュを応援しています。知ったかぶり買いつぶりニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。7月1日琵琶湖の日を伝えて歩く安のおっさん琵琶一案ギャ。今年はゴミを拾いながら歩きました。今年の琵琶一案ギャは6月30日にゴール達成。番組では歩いてきた順に案ギャの様子を紹介していきます。さて今回の放送はここからだもん。トロ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 。6月11日この日は湖岸からのスタートです。出発前のライブ配信。皆さんおはようございます。おはようございます。グッドモーニングやで。安野さん、昨日の、うん、あの夕方から夜にかけてのアンギャ見た？頑張ってください。そう、この日の前日は夕方になって雨が止んだため急遽、日没まで歩いたんですよね。30分ちょいぐらいしかないんですけど。ほんで今日もう雨であかん言ってたのに、よくわし行くで言うたから。はい、タックル、タスキ忘れてるやろ、わしの。あ、そうです、安野さんのすぐついタスキ。タスキやらへん。完全に言います。タックル下なんか普通の服や。全然もう今日雨やからアンギャ行く。アンギャそうぞ、こっちは。そうです。ほんで、アラポも忘れてるやろ。そうです、そうです、アラタ君。ほんで、アラポも忘れてた、ごめん。うん。声かけてよかったな、もう。急に。取るものもとりあえずやったから。そうですね。昨日頑張って歩いたんですけれども、はい、今日もちょっと頑張って歩いていただきたいなと。もうちょっとなんかほら、はい、そのねぎらいを長くしてくれへんかな。今日もってすぐ切り替わるのをやめてくれへん。わかりました。うん、足張ってないですか？大丈夫ですか？肩凝ってないですか？大丈夫ですか？凝ってる凝ってる。凝ってますか？凝ってますか？もうこれぐらいで。ありがとうありがとう、はい。ちょっと気分ようなったわ。あ、ほんまですか？今日は結構行かなあかんねんよね。そうです。今日は高神山近くまで行かんとあかんので、うん、頑張って歩いていただきたいなと思います。なるほどな。はい、はい、今日なんかちょっと雷予報出てるって聞いてるけど、どっかもしかしたら雷が落ちるかもしれないですね。俺わしもな予想はしてんねんわ。はい。ほらタックル、はい、どれだけわしは歩かせるつもりなんや。その雷ですか？それはちょっとご勘弁願いたいんですけれど。まあご勘弁するとして、はい、まあ行こうか、ぼちぼち言うてる間に、はい、よろしくお願いします。言うてる間に150m ぐらい進めたもんな。あ、そうですね、そうですね。有益なこと何一つ言うてへん。頑張りましょう。行きます。言うてみんな準備バンタム級。久しぶりこれ忘れとった、忘れとった。ギャグも決まっていざ出発。応援に駆けつけてくれました。
急がない。また雨降るかもしれないそうですね。雷も怖いしな。そうですね。直撃しちゃった。そういえばまだ寝癖に直撃したらどうしようかな。寝癖にってなってます。まあアフロで行くわその時は。ここでゴミ拾いタイム。よいしょ。この間も披露したわしのゴミバサミでーす。よっ。ちゃ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 ゴミ。ちゃちゃちゃゴミ。それではおっさんのゴミ拾い技の数々をどうぞ。拾いにくい薄い紙のゴミ。これちょっと新聞紙みたいな感じですね。はい、よし、はい、ゲット。端を押さえて折り曲げてゲット。上履き珍しいですね。わかりました。うわさすが。はい、ゴムを挟んで楽々キャッチ。茂みの中のゴミは一旦外へ。よいしょ。こう出してやな。バンカーショットみたいに一回出しといて、はい、薄くて挟みにくそうですが、そういうことね。よし、じゃあ、はい、はい、すごい角度でキャッチ。お見事です。はい、はい、はい、わしにかかれば意外とカンカン。まとまって落ちているゴミを発見。はい、なんと2つまとめてキャッチ。誰がこんなところに納豆を食べたの。はい、はい、トボトル、はい、よくじゃ、はい、薄いマスクも、はい、のその、ゴミ拾い順調かと思いきや、ここで強敵出現。落ち葉に埋まった潰れた缶、化石みたいになってます。まずは得意の掘り出し技で外に出してきたものの、なんかあかんか、薄すぎてなかなかキャッチできません。もうちょっと本気だぞ、本気。さっきの嘘、嘘、さっきの嘘。はい、続いてハサミの角度を合わせて、せーの、よっしゃ、出ました、すごい角度のキャッチ。ゴミを拾ってくれた、はい、ありがとう、ございます。チャチャチャ、嬉しい。この辺落ちてるやつを、この辺結構落ちてたね。はい、落ちてましたね。じゃあリストバンドを設けてください。安野おっさんビワイチアンギャ、次回に続きます。令和元年不動産フェアにて、
アミンチュショー、やすのおっさんやプリンと遊ぼう。9月21日土曜日お昼1時からピエリ森山にて。待ってるね。知られざる滋賀の動画がいっぱいのウェブサイト、ウェブアミンチュ。例えばこんな動画がいっぱいです。もともと青果店で勤めていたんですけども、自分自身がアトピー性皮膚炎とか病気を持っていることから、布でできたお花を使ってアレンジメントを作ったりとか、そういう仕事を始めました。ローズプラスの増山泉です。麻の生地を使って布から花を作っています。アーティフィシャルフラワーっていうのは、まあ、昔でいう造花のことで、出来上がったお花を仕入れてきてブーケにしたりとかアクセサリーにしたりとか、そういう加工をしています。最初勤めに出た時に県外に出るようになって、京都で働いたり大阪で働いたりするようになってから、さらに、ああやっぱり滋賀県っていいとこだなって改めて実感して、で滋賀県ならではの、滋賀県でしかできないものをしたいなと思いました。大きな麻っていうものにたどり着いて、それを使ってお花を作るようになりました。麻の独特の風合いだったりとか、麻だからこそ発色の良さがあったりとか、そういったところも多分魅力になってるんだと思います。より本物らしく作りたいっていう思いがあって、花を作るときはできるだけ季節に合わせて、で実物のお花を見ながら作れるようにはしています。あと色も一色ではなくて何色も重ねて、より立体感を出したりとか、花びらにカーブを出すとか、そういったところがすごく難しくって、でもそれができた時の充実感というか達成感というか、そういうのを今求めている感じ。多分そのお花のリアルさを追求したら終わりがないというか、だからこそ楽しくてずっとやっていけることなんだろうなって今感じてます。こんな楽しい動画がどんどんアップされるウェブアミンチュ、みんな見に来てな。今日のエンディングはこちら。長浜ちりめん。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるで、ウェブアミンチュで。